こんにちは。追っかけ情報局局員の原板師匠です。昨日パシフィコ横浜で行われた NCH ワールドライブ2022 in Japan の一部に行ってきました。そこでネモアルバムを買ってきたので、初めて開封してみたいと思います。7種類のジャケットのうち誰を選ぼうか悩んだんですが、今回は色で選ばせてもらいました。ソンユンです。こういうのは8種類にして全員バージョンも作ってほしいですね。アルバム自体はこんな感じです。ちっちゃくていいですね。トランプみたいです。まず透明フィルムを剥がしました。そしてなかなかきついです。写真が見えちゃうので裏側を上にしておきます。この一番下に入っている紙はクレジットです。そしてその上に入ってたのはネモアルバムの説明書です。韓国語と英語で書かれてます。そしてカード上のものが12枚入ってます。裏から見てるので、この最後のカードが一番上になりますが、これがネモカードです。この QR コードが大事なアルバムですね。それではカードの表面を見ていきましょう。まずソンユンです。これがネモカードです。そして次の2枚がメンバージャケットフォトカードです。なぜかジャケットまで裏返しで置いてしまっているけど、この2番はこのジャケットと同じ写真で、3番はネモカードと同じ写真です。そしてランダムジャケットフォトカード6枚です。ソンユン以外のメンバーの写真ですね。で、このソンユンがランダムセルフィーフォトカードです。最後にグループフォトカードが2枚。全部で12枚です。すごい量ですね。それではこれをネモアプリに登録したいと思います。私は普段 Android のスマホなんですが、そのスマホのカメラでこれを撮ってるので、iPad に登録してみたいと思います。このアイコンのアプリがネモアプリですね。ネモアプリを開くとこんな感じです。ここで会員登録するを選びます。上からメールアドレス、パスワード、ニックネームを入れて、地域からジャパンを選びます。パスワードは数字や記号を入れて8文字以上だそうです。それから下の項目を全部同意して送信すると、登録したメールアドレスに会員認証のメールが届きます。メールで認証したら登録完了です。そしたらアプリにアルバムを入れます。QR コードを選んで、カメラでさっきのネモカードの QR コードを読み取ります。登録できました。中身を見てみます。1番ウーウー、2番ハブオールエクセプトユー、3番フロムソンユンで、ギャラリー15イメージで、15イメージって何でしょう。みんなの写真が入ってるんですね。大盤振る舞いですね。そしてフロムソンユンっていうのがソンユンからのメッセージです。ここでちょっと迷子になっていますが、全部で4トラックっていう感じですね。ウーウーを開いてみると歌詞も出てきます。ここの発音っていうのを押すと、ハングルをカタカナで書いた表記になります。そしてこの AR ボタンを押すと、インストゥルメンタルになります。歌なしバージョンですね。なかなか楽しいアプリです。ネモアルバム7種類の違いは、ジャケットやカードだけじゃなくて、このメッセージも違うんですね。ってことは7種類集めても楽しそうですね。それでは今回の動画は以上です。原板師匠でした。ありがとうございました。